皆様こんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。で、今回の車両は？まずは紹介よりも先にこれを見てもらうわ。これは私がこの戦車に乗り始めて数戦目のことだったのよ。前の戦車とは違う乗り心地に、非常に感心していたの。何この流れ。そしてアルファの拠点占領ポイントのおこぼれをもらいに行こうとした。その時、正面に見えるのは、ソ連戦車 KV-2。敵の 152mm 榴弾砲の前に勝てるはずもなく、せめて最後のワイヤーバスと空発を側面に打ち込んでいた。もはやこれまでか、そう覚悟していた時、なんと、後ろから味方の援護射撃。すぐさま二手に分かれ敵を追い詰める。敵は狙いを迷ったせいで反応が遅れ、私たちの突撃を許してしまった。ここぞとばかりに火を吹く戦車砲。敵は爆発資産。惜しむらくはここで優遇に礼を言えなかったこと。だが私はこの時にこの試合の勝利を確信したのであった。かん？どう？どうって。そやまあ、うまく連携プレイができたとは思うが。なんだったんだ、今の流れ。最近ちょっとマンネリを感じたから、アレンジを加えてみました。でも、リアルでこの時は興奮してたのよ。まさか KV-2 相手に勝てるとは思わなかったし、初めてうまくいった連携プレイだったからね。8割方相手のおかげだがな。じゃあ次行きましょうか。やられてんじゃん。じゃあ、続きをやっていくわよ。今、後ろに映ってるのが前回とこれから使う戦車だな。例によって紹介していくわよ。今回使っていくのは3号戦車 M 型。ん？前回あたりは4号戦車だっただろ？数字が下がったってことは前より弱いやつを使うのか？ところがどっこい、初期型ならそうだけど今回のはほとんど3号戦車の最終型だから、めちゃくちゃ弱体化してるわけじゃないのよ。で、基本武装は60口径5センチ砲。口径は小さくなってるんだな。ただ個人的にはそれを補ってあまりある、機動力と防御力があると睨んでるわ。装甲は車体正面が 50mm、側面が 30mm。M 型にはそれに加えて追加装甲があるわ。砲塔と側面についてるやつか。ドイツ語でシュルセンって言うんだけど、これが結構弾いてくれるのよ。というより、前の4号戦車 F2 型より使える気がするわ。戦車が50キロ近く出すってすごいな。その機動力もこの戦車の強みね。そして口径が小さくなった分リロードは速くなったわ。私にとってはありがたいけど、霊夢はとにかく数打つからな。要するに、この戦車は機動力を活かして、敵戦車の後ろを取って撃破していく感じだな。私はそういう戦い方にしてるわ。間違ってたらどうしましょ。そういえば砲弾の種類の説明全く聞いてないんだが。いずれするわよ。2両もいるわね。味方が間に合えばいいんだがな。3両じゃねえか。いや、1両はどっか行ったし。とりあえずこいつをなんとかしないと。砲塔がやられた。目の前に敵がいるのに、撃てないのは歯がゆいわね。やられたい放題だな。でも、耐えてるでしょ。ああ、装填が遅い。もう一両は T50 か。弱点は正面ドライバーハッチのはず。一発で抜けたか。なんとかって感じね。それにしてもよく装甲が持ちこたえたわね。絶賛修理中で動けないがな。場面変わって2両目。弾くねー。ちなみにこの戦車はバックも速いのよ。物陰からちまちま撃ちやすいってことだな。というわけで終了。
なかなか使いやすい戦車だったな。でしょ？でも私がこれを使ってるのはそれだけが理由じゃないの。この M 型の次に手に入るのは、ニーゼン？聞きなさいよ。悪い悪い、で？次はティガー重戦車なのよ。ん？ティガー？タイガー戦車って言ったらわかる？それならわかるぜ。そうか、タイガーか。あの大火力が見れるのか、楽しみだな。そうなんだけどね、ポイントが全然足らないのよ。やっぱり高ランクの戦車だと要求されるポイントも多いわ。まあ、頑張ってくれ。私は日本軍機で頑張ってるから。ポイント足らないとは言ってもあと半分か。6万と少しだったかしらね、要求ポイント。じゃあ、今回もこのあたりで。次回も見てくれると霊夢が喜ぶぜ。私が？それでは。まったねー。時間が余ったから、マリサに砲弾の種類を説明しておくわ。頼むぜ。とは言っても、私は操縦手だからほとんど関係ないがな。一応この動画はウォーサンダーの広報目的だからね。後ろの動画に何か意味はあるのか？特にないわ。背景真っ黒も寂しいから適当に選んだ映像よ。じゃあ本題に入るわよ。砲弾とは言っても色々あるけど大きく分けて説明していくわ。今更だけど、ここから先はただ喋ってるだけですので、おそらくつまらないと思われます。ご注意ください。まず、AP 鉄鋼弾 APC 非防付き鉄鋼弾 APC BC 低抵抗非防付き鉄鋼弾 APC R 更新鉄鋼弾 APC NR ゲルリッチ鉄鋼弾 APDS 装弾筒付き鉄鋼弾 APHE 鉄鋼榴弾 APHE BC 仮防付き鉄鋼榴弾その名の通り装甲を貫通することを目的とする硬い砲弾たちよ。何が何だか。さすがにこれを全部説明は無理だから。説明してあるリンクを動画説明文に貼っておくわ。暇ならマリサも読んでね。暇だったらな。というより大まかに説明するとは何だったのか。HE の文字が入っている弾以外は、さっきも言ったけど装甲貫通を目的にしていたはず。で、榴弾 HE。爆発でダメージを投与えることを目的とする砲弾よ。最後に対戦車榴弾ヒート、装甲を溶かす特殊榴弾よ。長距離戦で効果を発揮。でも一方で主力戦闘に弱かったはず。じゃあ今乗ってる M 型にはあんまり効果なしってところだな。あとは硫酸弾スフラスメルチェック。ソ連の低ランク戦車に搭載可能な砲弾だったかしら。装甲の薄い戦車や人が剥き出しの対空砲などに有効なはず。こんなところだったかしら。いろいろ間違ってる気もするような。結局どれを使えば間違いはないんだ？間違いがないというより万能なのは、APHE 弾って聞いたけどどうなのかしらね。弾頭を貫通させ、内部で爆発敵を撃破するという仕組みだから。これを使っとけばいいってサイトに書いてあったわ。例外的な状況のために、数発は別のものを持っていくことを、おすすめします。じゃあ当然霊夢も APHE 弾持っていってるわけだな。M 型は APC、APCR、HE 弾しか使えないのよ。でも、今回撃破してきた敵は大型 APC 弾だから、APHE 弾以外全く使えないってわけじゃないのよ。要は状況に応じて弾を使い分けろってことだな。その通り、一つの戦車にそんなたくさんの種類は使えないから、持っていける弾の特性を覚えて、使いこなせというわけよ。なるほどな。じゃあ、とりあえず説明はしたからこんなところで。ここまで、ご視聴ありがとうございました。